第8回13代会長選挙の結果をご覧ください。ここでレオレオ氏が1位に。初めてマリソン氏の牙城が崩れました。いよいよ上位2名による決選投票に入ります。わあ、お兄ちゃんだ。おはよう。病院だよ。お兄ちゃんの友達が病気で寝てるんだ。戻してやりたいんだ。ケーバー、せっかくお兄ちゃんといるのにな。頼むよ。治すお願いの後だからなのかは検証が必要だけど、飼いならせれば強力無比な道具になる。操られてた頃の方が苦しまないなんて。アルカの時間は長いようで短い。何かにおねだりされている誰かが途中で何かの元から離れて、誰かがアルカにお願いをして、それが叶うまでの間、一番いいのはこのお願いを最後に。で、ゴンを直してくれ。アイ。なんというパワー。これはぜひとも欲しい。なければこのまますぐ最終投票に入りますが。体制は決まった気もしますが、せっかくですからレオリオさんに伺いましょう。会長になったら何をしますか。ゴンを助ける。それでは人事や組織再編成など今後の構想などはありますか。みんなそんなこと十分分かった上でレオリオに票を入れている。レオリオさんから僕へ何か質問はありますか。ではこれより緊急動議を発令いたします。これから皆さんにはハンター10カ条の第8条9条にのっとって撤廃に賛成の方は丸を、反対の方は×を。違うってバカトラ。確かにその通り。閣議を尊重し、僕は選挙が終わるまで黙っているつもりでした。今ここが唯一のタイミングなのですよ。閣議の決定を無視して強制動議は可能です。おい、余計なこと言うとこいつ10倍にして返してくるぞ。現行の試験による弊害は深刻だと言わざるを得ないでしょう。なんて嫌なやつ。勝ち負けなんか眼中にないから。私はレオリオ氏が勝った場合参謀に立候補します。宙に浮いたテラデインの票を削ろうとしても無駄よ。私が十二神を離脱してでも果たします。おいおいおい、レオリオ。だったんだからもういいだろう。あ、そうだな。あ、どうもどうも。キルアがゴンを直したことをゴンには絶対黙っててくれ。一体いつからこうなることを予測して動いてたの。悔しいけど乾杯だから。頭の中に浮かんだんです、今のこの場面が。勝ったのはジンさんでしたけどね。頭の中では彼を選挙に利用されたら僕は決して勝てないと思いました。あとは本人がここに来るまで粘るだけ。見たこともない誰かを信用したっていうの、あなたが。そのジンさんが息子を託すに十分だと言った仲間ですよ。今から立候補しろ。そしたらお前に入れるぞ。いや参ったな。お
そりゃ、まあ、そうなるよな。ジュン。いや。俺のせいでカイトが女の子になっちゃったんだ。俺がカイトについてって、カイトが逃げろって言って、ピトーが来たんだ。あいつらにひどい目に合わされて。ああ、わかった。あ、いや、わかってねえけど、まず座れな。俺がわがまま。ジンが、あのジンがアタフタしている。あいつがお前を連れて行ったのは、お前ならできると思ったからだ。読みを外したのはあいつの責任だ。でも、分かってる。同じ失敗をするな。そして謝るなら俺にじゃなくカイトにだ。次はどうするか、そいつと約束する。よし、ゲッ。もっと話せる？後で。ふざけんなよ、ジン。てめえそれでも父親かよ。うるせえな、てめえら。関係ねえだろ。ジン最低。レオリオにもう一発殴ってもらえ。ああ、うせえ。やってやるよ。文句あるやつ、まとめてかかってこい。静粛に。事情があって、選挙が終わらないとここから出られないんですよ。出れば有効投票だと会場の皆さんが認めてくれるでしょう。みんながまた感情と雰囲気に流されてレオレオに投票するかもしれないの。ゴン君、直感でいいんです。じゃあパリストンさんで。だってレオレオは医者を目指してるから、会長はやれないよ。乾杯だわ、今度こそ。俺も一緒に行くわ。パリストンに一票よろしく。行ってくるね。ああ、ジンってある意味人気者だね。ああ、そうかな。あいつはお前の代わりに犠牲になるなんて飲みのクソほど思ってねえからな。わかった、行ってきます。ああ、待ってぞ。13代会長のパリストンです。早速ですが。ああ、そう、そこまでは読めんかった。僕はね、会長になりたくて副会長を引き受けたんじゃない。もっと会長と遊びたかったな。ハンター試験と10か条の改正はお早めに。チードルさん、あなたの教会が退屈なものだったら。レオリオ、キルアは？まあ、いや、わかんねえんだよ。まあ、連絡がつけばすぐ会えるよ。いや、お前ら大変な時にすんません。パソコンの見返りのおねだりが死んだ真似やなでなででは軽すぎる。ミルキの報告を受けた時のそれが最初の違和感だった。今までの経験則に照らし合わせてもお願いとおねだりが釣り合う。そして二択のお願いには見返りがいらなかったという結論が導き出される。二択の結果が何かの能力を必要としない程度の優しいお願いであって、死んだ真似やなでなでが何かのおねだりでなかった場合、キルアに死んだ真似をおねだりした時はお兄ちゃんと呼んでいた。キルアがその後二択のお願いをすること自体不可能なはずであるが、二択の時キルアはしてではなくしろと言っていたと考えられるのだが、いかがだろうか。今のままじゃあるかは一生開かずの間の座敷わらしだよ。最低限の自由は保証してやれる。あるかは俺が守る。何か、イルミを家まで飛ばせ。うわぁ、もう瞬間移動だ。キルアの命令ならおねだりのリスクなしだ。自発的に言ってくれないと、今みたく何かに命じなきゃ。何かは俺に褒められたくてやってるだけなんだ。キルア、キルア、キルア、いい子いい子して。キルア好き。もう二度と出てくるな、分かったの。はい。ごめん、ごめんな。何か、お兄ちゃんが泣かしたの。何かを、何かに謝って。でも謝るの。アルカを守ってくれるなら何かも守らなきゃダメ。俺まだイルニーに縛られてたらしいよ。何かごめんな、俺が間違ってた。俺だけじゃなく
今度は何かに無理やり嫌なこと命令されたらって考えたら、だからもう一度出て来てくれるか。はい。こんなダメなお兄ちゃんでも。はい。